なるほど。じゃあバトルレポートを充実させるっていうのも依頼の一つだけど、並行して他の依頼も受けてみようか。見破るっていうのはその他のクエストの過程でやってみればいいかな。こっちかな。あれ？お、思ったよりちっちゃい。出てきて。ちっちゃい依頼人だな。あ、お姉ちゃん。マリーは店でお留守番？あ、マリーの友達か。うん、そっか。友達探しを手伝ってほしかったの。お兄さんに任せろ。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。子供にはきついんじゃないか。怖いでしょこのお兄さん。あのね、友達の特徴は、手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか。これ人じゃねえな。あとは隙間。犬かなんかか。友達は猫の兄弟だよ。あ、猫か。猫ね。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。いやー、クラウドにできるかな。野生動物捕まえんの。人懐っこいって言っても野生の本能でクラウドは避けるんじゃないの。この辺じゃないか。この7番街のどっかにいるってことだな。あ、あれそうでは猫の兄弟って言ってたよな。この2人っていうか、声をかければみたいなこと言ってたけど、声ってどうやってかけるの？何どうすんの？なんか猫いっぱいいんなここ。あ、いっぱいいたわ。あの子たちだけじゃなくて、ここは単純に猫のたまり場なのか。ここにいるわけじゃないのか。別の場所を探さなきゃいけない。当たりだとしたら近づいた時点でなんか発生しそうだもんね。なんでどこだよ。あれ？マジか。こういうこと言って、ああ、この子だー。あ、首はついてんね。なるほど、首はついてる子を探せばよかったのか。アクション。さあ、猫に受け入れられるのか。受け入れられなかったー。そりゃそうだよ、こんなバカでかい鉄の塊背負ってんだから。あ、でも今のであの子のとこに行ってくれたのかな、今の猫は。なるほど。そうか、近く通ったらティファが教えてくれんのか。でも走り回ってみよう、どんどん。今絶対猫の声が。こんな。よし、2匹目。3兄弟って言ってたもんな。あと1人かな。全然懐かれねえ。でも多分いいんだよねこれで。全然懐かれないけど。あと1匹か。コーラー、出てきなさい。あ、んでもなんかこの人クエストのマークついてるけど、頭上にマップ上ではここクエストがある場所ってなってないな。なんかあれか、重要参考人か。猫。うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。なるほど。あんたたち捕まえてくれない？それ探してる子でしょ。あ、こっちで合ってる？なんかあれ、なんか今足元にもいなかった？あ、いた。なんかちょっと探しちゃった。よ、みんな似てんな、3匹とも。同じ個体じゃないよね。3兄弟。これであの子のとこに。いや、まあ、ベティのとこに戻るのはいいんでしょ。なんていうか、これでいいんだよね。きっと彼女のところに声かけた3匹とも戻ってんだよな。捕まえられなかったが3匹の無事が確認できた。ベティに謝りに行こう。え、そういうこと？ベティ。みんな逃げちゃったの？ベティ、ごめんな。帰ってこないの？ああ、よかった。みんな。なんか俺今失敗したのかなって思って。怖いお兄ちゃん。ありがとう。失敗したのかって思って、心臓キュッてなったわ今。うまくいったね。なんでもや、きっと当たるよ。本当か？悪くない手応えだ。お前手応え感じたのか今ので。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。お。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ああ、ティファとのコミュニケーションは上手だな。そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る。ああ、どうしようかな。他のクエストもしたいけどな。せっかくだから。結局このクエストは戦闘とかなかったから、このバトルレポートをやれてないし。いや、ほんとこれでよく手応え感じたな。たまたま戻ってきただけなのに猫。お兄ちゃんなら大丈夫だと思ってた。お兄ちゃんはほぼ何もしてないようなもんだけどね。あー、こういうちっちゃいクエストはどうだろうな。なんか動画撮ってない時にやるっていうのも一つのあれかもしんないけど、どうしよう。これちょっと悩むな。どうするか。まあちょっともう一つやってみようかな。こいつが依頼人なんだよ、店のやつ。おい。お、ティファちゃん。そいつ何でもや始めたんだって。そいつ俺に話しかける。ふざけんな。だったらバケネズミどもを倒してくれ。ほう。やつらめウェアラットを引き連れて街中を食い荒らして。あ、これは戦闘あるな。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。なるほど。あんた今笑ったな。口の端がピクッ。絡むないちいち。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。バケネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。バケネズミのくせに仲間思いなのかもな。なるほど。じゃあ一気におびき出してまとめて叩くってこともできるね。仲間の悲鳴を聞いて集まってくるってことは。で、どこだったかな。こっから、そうか、外に出れんのか。じゃあ、見破る、やってみようかな、そのバトルレポートのために。あ、戦闘入らないとダメか。あー、そっか。ゲージ貯めなきゃいけないね、まずは。よいしょー。で、アビリティ、見破る。これで、ウェアラットを選んでみる。うん。こういうレポートが欲しいんだな。あの彼はスラム街に住み着いている大型のネズミ。食料を求めてスラム街に出没する。警戒心が強く常に群れで行動している。よし、じゃあこいつら倒しまくればあれかな、アイテム屋の依頼も完了になるのかな。あ、てかなんかどんどん湧いてくんな。すげえ湧いてくる。そっか、仲間思いって言ってたもんな。今まさに集まってきてるのか。倒しましたね。バケネズミはすぐには来ないな。うん。どうしよう。あ、これでクリアじゃないのか。そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。うん。これで終わりじゃねえってことか。よいしょ。手榴弾。使ったことねえな、手榴弾。敵がたくさんいるときに使うといいのかな。今度使ってみよう。おビビって帰ってきた。倒してきたわ、ふざけんな。イカれた髪型しやがって。ヨーロッパのサッカー選手か。だが、俺の依頼はバケネズミ。この野郎。やる気があるならバケネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。お前、この剣見えねえのか。なんでビビられんだよ。え、また行く？同じとこ。今一緒に戦ってんだから、クラウドを煽るってことはティファを煽ってるってことだと思うんだけど、このウェアラット以外にいんの、バケネズミってのが。本当にいんのか。やられはしない。あ、バケネズミだ、バケネズミ。今バケネズミって表示されてたわ。見た目は似たようなもんなのにな、バケネズミ。一応見破っとこう。見破る。あ、3人ともバケネズミなんだこれ。さっきのウェアラットとそんなに変わらねえ気がするけど。大型ネズミウェアラットの変異体。変異体。通常の個体よりも大きく知能も高い。強いんだ。なるほど。じゃあちょっと真面目に戦おう。確かに、うん、体力あるね。魔法でも当ててみようか。ファイヤーを。こいつヒート状態だな、バケネズミへ。オーブンバーストでブレイブモードで一気に殴って一人落とそう。お邪魔すんな。バーストした。じゃあ使っちゃおう。強い技。今のは爆裂剣みたいなやつだね。うん、一番上まで上げたやつ見てみたいけどな。秘技解放、秘技解放で、あ、こいつもバーストしてる。おら終わったな。ちょっとスピード感ある戦いになるから、このゲームなんかほんとね戦闘中に自分が何やってるかっていうのをうまく見てる人に伝えられてないかもしんないけどちょっとごめんね、慣れてくから。感覚的にプレイしてると今何やってるかっていうのなかなか伝わんなかったりするよね、きっと。お、やったぞ。アケネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ二人さん。アケネズミ騒動で店はすっかり観光鳥だった。お前ティファの方を見て喋ってるんだ。クラウドの方も見て喋る。その腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すれば。お、どう思う？いけそうだろう。これクラウドの評判も上がりそうだね。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろいいね、いいぞ。いいね、認められたね。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ提携店舗だ。うんうんうん。まあちょっと嫉妬されてるのはあんま気分は良くないけど、あ、なんか新しいマテリアとか増えてる。治療、治療のマテリア安いし買っとこうか。必要になることがあるかもしんないし。よしティファ何も言わなかったなあとはミヤブルーやってみたから、そのレポートのやつんとこちょっと寄ってみよう。ミヤブルマテリアのバトルレポートを達成したか。やってきたぞ。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。やったー。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。あ、なるほど。そっか、そのおかげで今お店のマテリア増えてたのか。そういうこと。へえ、ちょっといっぱいこれはデータ収集したいな。いいマテリアくれるんだったら。あー、バトルレポートをたくさんクリアすると特別なレポートを依頼されるかもしれません。なるほどね。で、チャドリーには武器強化のリセットを頼むこともできます。あ、なるほど。思った感じに成長しなかったなって思ったら一旦リセットすることもできんのね。まあお金は払うことになるけど。で、あれ、こいつもなんか売ってんの。あ、そうか、見破りのマテリアとか売ってんだ。オートケアル。仲間がピンチの時に一定回数までケアルを使えます。え、これ便利だな。うん、自分で操作している時は無効ですって書いてあるから、これは操作してないキャラに持たせるといいものなんだね。だからクラウド操作している時にバレットにこれをつけておけば、クラウドがピンチの時に勝手にバレットがケアルを使ってくれるってことだ。100ギルだし1個買っとこう、一応。うん。使うか使わないか分かんないけど。え、ちょっとこれ楽しいな、戦闘のシステム。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。でもお前一応神羅のやつなんだろう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。なるほど。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。初めて見る敵がいたらとりあえず見破るやっときゃいいんだよな。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。オッケー。で、この人は君の話を聞いたよ。うん。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。ああ、いろんな人に認められてくわ。モンスターが出たんだ。ああ、任せとけ。桁外れに凶暴なガードハウンド。桁外れに凶暴なんだ。神羅の軍用犬だ。ああ、散々戦ったやつか。目撃されている。頼めるだろうか。うん、引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。ああ、でもなんか思ったより説得力があるね。評判が上がっていくっていうことに、こうやってみんながクラウドのことを頼りにしていくんだ。クラウドは社会性ゼロのクソ人間だけどいやちょっと言い過ぎたなまあでも言い過ぎじゃないぐらい社会性のない人間だけど、こうやって仕事でみんなに認めさせていくってことね。さまよう軍犬やってこよう。ちょっと今回はこのクエストだけで終わっちゃうかもしんねえな。え、ちょっと待って、レイジハウンド、あれ知らないな、このタイプは。なんかすげえ強いやつだったりしない？とりあえず、見破るはしとこう。先手だ。あ、うわ、すげえタイミング悪くボタン押しちゃったすいませんでした。ちょっとあれ使ってみようかな。新しいアビリティ、ラピッドチェイン。周囲の敵に3回切りつけます。これ同じ敵に3回になんのかな。敵が1人しかない場合は。これ新しい武器の武器アビリティなんだけど、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。連続攻撃かっこいい。でティファは秘技の解放をしておこう。ゲージが溜まったらよし。で強い技出しちゃおう。ショーダラッシュいくぜ。外しました外すことあんだな。あ、え、逃亡。あ、わざわざ追いかけるぞってメッセージ出るってことは、このクエストの対象はあれで合ってんのか。ああ、やったらムキムキだったけどな、あの犬。え、こっちの方に行ったよな。おい、こっちだ。あ、クラウド君。ああ、ワイマーさん来たんだ。なんだ今いいとこなんだよ、追いかけてて。クラウドハンドはこの先に追いやった。ほう。気が立ってたから気をつけて。とどめさせてやるか。行くぞティファ。なかなかの強敵だったな。結構硬いのよ。よし行くぞ。なんだ、せっかくティファのあれ貯めてたのに秘技解放。いやつえー、死んじゃう。ちょっとティファ助けて。あー、ティファゲージ溜まってない。回復したいのに。あぶねえ。ちょっと待って、死んじゃう焦る。ケアル、クラウド自分で回復して。ティファーのな、秘技解放も積んでいきたいけどな。いやー、ティファー、いや強くない？強いよこいつ。まだいけるな。ちょっとこれ早かったか、これに挑むの。バレットと合流してからの方が良かったか。あ、これ死ぬな。ちょっと待って。ティファー、クラウドを助けて。あぶねえ。よっしゃ、バーストしたー。でこうなったらティファはじゃあもう一回秘技解放して、爆裂剣でクラウドもなんかブレイバーとか使おう。よっしゃー、もうちょっと倒したー。次もこの調子。いや、この調子じゃダメなんだよこの調子じゃダメなのよ。ボロカスだったもん。強かったぜー。えらい仕事押し付けやがったなこの野郎。やりましたよ。やってくれたか。まあこれで評判も上がるでしょう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。うん。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな。情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら7番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしい。え、そんな設定あんの。いや、どうだろう、聞いたことがない。なんだよ、ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。リメイク版の新しい設定かと思ったのに。俺も知らないことが多い。ああ、そうだな。倒したんだ。それでよしとしよう。ワイマーさんは冗談で言ったみたいな感じだけど、本当にそうかもしれないよ。そろそろ街中に噂が広まってるんじゃない？そうね。凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。うん、へえ、物足りないってわけだ。猫のやつとか半分失敗だったからな、あれ。君の仕事ぶりはみんなに広めておくよ。クラウドは手応え感じてる風だったけど。ありがとうよ。あの犬には困ってたんだ。うん、ちゃんと感謝されてんね。こういうこと言ってくれんだな。あの犬。うん。あの犬の相手できるのはあんたくらいだ。いやー、これは評判上がってるわ。ちょっと嬉しいな。あのクラウドがみんなに認められてるっていうの。ん？なんか人だかりができてんな。一応もう一個クエスト残ってるんだけど、ちょっと近く寄ってみようか。なんだろう、ちょっと行ってみる？うん。気になるね。よせ！あえあ、ジョニー、これも一応プレステ版にいたキャラだけど、いや何してんのこいつ。黙れ地ネズミ。なんだあいつ。シンラの倉庫から火薬を盗んだやつがいるんだとさ。で、あいつが容疑者なの？ああいう性格だから。マコーロの爆発絡みだろ。ジョニーのやついつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかない。え、結構ピンチじゃん。ジョニーを助けなくちゃ。すげえコミカルな感じだけど。違う。ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、うん、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。表向きはアバランチってこと隠してんのか。今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。なんかティファとはちゃんとコミュニケーション取れんな、クラウド。どうしようかな。じゃあついてってみよう。うん。もう一個クエスト残ってるけど、まあああいうのは後回しでも別にいいよね。てか今回復できてる。あ、回復はしてる。よかった。ボコられたからな、あの犬に。強かった。で、え、もっと近づいて大丈夫？あ、これティファに話しかけんのか。腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。いや、コミカルにしてるけど結構ピンチだよな。あれ殺されてもおかしくないでしょ。死んだの人間はこんなスラム街の人間が何人死んでもね、いくらでももみ消せるだろうし。おい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 。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。え、やってんの本当に。なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。濡れ衣ではなく、まさかジェシー。ん？あ、ジェシーと知り合いなのか。え、なんだよ。あの様子だとでもやってなさそうだな。大変。ジョニーの口が滑っちゃう。確かにもう今ジェシーって言いかけてたもんな。クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。口が軽いんだな本当に。確かにそうだよな。ジェシーの名前出しちゃダメでしょ今絶対。あ、今の、ああ、ミニマップにもなんか出てんね。これが自販機か。ここでなんか全回復できたりすんのね。のんきか。今、ジョニーがピンチなんだよ。俺が座らせたんだけど。こんなにゆっくり座ると思わなくてさ。覚えとこう。ああいうのがあるって。ジョニー。そいつを話せ。やべえ、殺されちゃう。なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。あんたら暴れん。ジョニーをぶん殴ったのか。口が滑る前にジョニーの口封じをした。ジョニーが気絶してるとこでこんな体験振り回して大丈夫かな。上級警備兵だって強いのかな。犬から倒すか、とりあえず犬にファイヤー打ってティファに切り替えてぶん殴る。よし、バーストしてるな。 OK、 あと1人。じゃあここはおマテリアレベルアップって出たな今。ああ、こんな戦闘中に上がったりするんだ。秘技解放で技を強化しておいて、ファイヤーで足止めできるかなこの人も。おら、あ、ファイヤーで倒しちゃったティファの秘技で倒すつもりだったのに。終わったのか。おい、誰かいるのか。ジョニーを助けてくれ。分かった。ジョニー確かティファのこと好きなんだよな。声で気づくだろティファいるって。どうしよう。口を封じる。え、おいおい、ダメ。お前、やめてくれ死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります本当に行かせていいのか遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。大丈夫か、放っておいて。顔見られてんだぞ怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。いや、ばっちり顔見られてるし、こんな特徴あるやつ忘れないでしょこいつら追われることになっちゃいそうだな。今のはメインストーリーなんだよな。うん。ジョニー、大丈夫かな目隠ししたままだったけど。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。大丈夫かあいつ、うん、どうした。クラウド、やっぱり変わったね。ん、どこが。例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな、魔法の目だ。そっか。これからどうする。店に戻る、それとも何でもや続ける。なんか FF7 なのに違うゲームみてえだわ。気の利いたコメントができないですねなんかうん、結構クラウドの過去にも早めに触れんのかな。プレステ版ではクラウドの過去の話するのってミッドガルゴ出てからなんですけど、もっと早くその話に触れそうだな。ジョニー、もう戻ってこないの。大げさに言ってるだけだって夜には戻ってくるってジョニーの噂してる。そうだよあれはあれで人望あるんだな。寂しがる人もいるんだな、ジョニーがいなくなることを。うん、まあ、プレステ版でも街を出るんですけどジョニーは。で、街出た後他の街で会ったりとかするキャラクターなんですけど、その流れはあるのかなこのリメイク版でも。どうしようかな、一旦戻ってみようか。セブンセブンバレット帰ってっかな。着いたよ。疲れたでしょ。まあ、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。お楽しみ。の天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。可愛すぎるでしょ私もちょっと疲れちゃった今のティファは何なんだ。ミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、ならもう少し依頼を探してみる。そうだな。ティファがそういうなら一応もう1個のクエストもやっとこうかな。そうするか。てか発音ミッドガルなんだね。俺ミッドガルって言ってんだけど、てか多分ミッドガルって言ってる人の方が多いと思うけど、ミッドガルなんだこれ慣れねえな。で、じゃあもう1個のクエストはこっちにありそうな感じに、この人だな。